目の三振を奪ったラズナ。おっと、栗山にはインハイ。あ、これはエキサイトしそうです。選手が集まってきました。初球顔に近いところにボールが行きました。星野監督も出てきました。ラズナーもまだ収まりがつかないようです。そうですね、ラズナーからすればなんであんなボールで、あれぐらいのボールでという気持ちなんですかね、はい、星野監督と渡辺監督の間には田淵コーチが入っていました。こちらは二村徹作戦コーチ。栗山はかなり食らいついています。ライオンズ今チーム状態を考えれば怪我人は出せないというところでは必死さ、まあ、そういった思いも当然あるんでしょうね。そうですね。あ、今度は山崎ですか。ラズナーと栗山、これコミュニケーション何か取りましたかね。ラズナーが頭を下げなかったという、それだけでしょうか。いや、 やっぱりあの頭付近に来ると選手生命にも関わりますので、で今栗山が調子いいだけに、はい、これ怒ったんじゃないですか、ね。なるほど、はい、ライオンズサイドからすれば意図的ではないのかと、はい、あ、もちろんそんなことはないんですけどね。ないですね、乱闘まではいきませんでしたが、このブレイクがこの後の試合にどう影響してくるのか。どうですか今。3つ目の三振を奪ったラズナ。おっと、栗山にはインハイ。これはエキサイトしそうです。選手が集まってきました。初球顔に近いところにボールが行きました。星野監督も出てきました。ラズナーもまだ収まりがつかないようです。そうですね、ラズナーからすればなんであんなボールで、あれぐらいのボールでという気持ちなんですかね、はい、星野監督と渡辺監督の間には田淵コーチが入っていました。こちらは二村徹作戦コーチ。栗山はかなり食らいついています。ライオンズ今チーム状態を考えれば怪我人は出せないというところでは必死さ、まあ、そういった思いも当然あるんでしょうね。そうですね。今度は山崎ですか。ラズナーと栗山、これコミュニケーション何か取りましたかね。ラズナーが頭を下げなかったという、それだけでしょうか。いや、 やっぱりあの頭付近に来ると選手生命にも
関わりますので、今栗山が調子いいだけに、はい、これ怒ったんじゃないですか。なるほど、はい、ライオンラズナーと栗山コミュニケーション何か取りましたかね。ラズナーが頭を下げなかったというそれだけでしょうか。いや、 やっぱりあの頭付近に来ると選手生命にも関わりますので、で今栗山が調子いいだけに、はい、これ怒ったんじゃないですか。なるほど、はい、ライオンズサイドからすれば意図的ではないのか、はい、あもちろんそんなことはないんですけどね。ないですね、乱闘までは行きませんでしたがこのブレイクがこの後の試合にどう影響してくるのか。どうですか今。3つ目の三振を奪ったラズナー。おっと栗山にはインハイ。あこれはエキサイトしそうです。選手が集まってきました。初球顔に近いところにボールが行きました。星野監督も出てきました。ラズナーもまだ収まりがつかないようです。そうですね、プレーという気持ちなんですかね、はい、星野監督と渡辺監督の間には田淵コーチが入っていました。こちらは二村徹作戦コーチ。栗山はかなり食らついています。ライオンズ今チーム状態を考えればやっぱ怪我人は出せないというところでは必死さ、まあ、そういった思いも当然あるんでしょうけどね。あ今度は山崎ですか。三振を奪ったラズナー。おっと栗山にはインハイ。あこれはエキサイトしそうです。選手が集まってきました。初球顔に近いところにボールが行きました。星野監督も出てきました。ラズナーもまだ収まりがつかないようです。そうですね、ラズナーからすればなんであんなボールで、あれぐらいのボール、ラズナーからすればなんであんなボールで、あれぐらいのボールでという気持ちなんですかね、はい、星野監督と渡辺監督の間には田淵コーチが入っていました。こちらは二村徹作戦コーチ。栗山はかなり食らついています。ライオンズ今チーム状態を考えればやっぱ怪我人は出せないというところでは必死さ、まあ、そういった思いも当然あるんでしょうね。そうですね。あ